皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール歌学講師の滝沢でございます。今回は歌いストカバーの、ロビンソンの曲を解説させていただこうかと思います。ロビンソンを歌いストでカバーしているんですけれども、その解説動画を、ちょっと作ってみようかなと思いました。リクエストにお答えして。1本目の動画では、スラム奏法を使ってどういうふうに弾いていくのか、どういうコードを使っていくのか、そんな具体的な弾き方についてお話をさせていただきます。2本目の動画に関しては、コードに対してどういうアプローチをしているのか、そういった理論的な話をさせていただこうかと思います。というのも、以前アップロードしたコード進行を覚える秘訣みたいな動画があったんですけれども、その中で滝沢さんが、僕自身がコードに対してどういう考え方を持って接しているのか、どういうアプローチをしているのか、そういったものをですね、実践例を交えて知りたいというリクエストがすごく多かったので、今回その解説を2本目の動画でやってみようかなと思います。結構理論的な話でね、なかなかややこしいというか難しいところもあると思うんですが、ぜひ参考にしていただけると嬉しいなという感じでございます。いずれにしても、結構むずいと思いますので、覚悟してついてきてくださいませ。はい。それでは早速参りましょう。この曲は女性キーに転調しているので、キーが B になっていきます。なかなか慣れないフォームがたくさん出てくるんですけれども、頑張って乗り越えてみてくださいませ。それでは画面のズバババババーンと右手をお見せして、練習していこうかなと思います。いきましょう。まずイントロ、ちょっと弾いてみます。こんな感じです。ちょっと失敗しましたけども、こんな感じでございます。順番にいきましょう。まず、コードの確認ですね。7フレット制覇で E フラットメジャー、E メジャーセブンス。で、その次、6フレット制覇で D シャープマイナーセブンス。で、その次は G シャープマイナーセブンスと。このコードが4回繰り返されていきます。で、合間合間で、余っている小指を使って、ソファソファソと音を入れてみたりとか、シシシラドドラみたいな感じで、ちょっとこの余っている小指で遊んでいきます。で、他にも A シャープマイナーセブンスの時に、G シャープマイナーセブンか。こんな感じ。こんな感じで進んでいきます。で、右手はこうドスドスしながら、ダウンアップをダウンアップをひたすら繰り返していくような感じです。自分の場合は人差し指が中心になってこうダウンアップをしていくんですが、たまに親指も入ってダウンアップ、ダウンアップと。なんていう動きをするときもあります。結構気まぐれです。人差し指だけで行くときもありますし、親指を混ぜるときもあります。ちょっとゆっくりやってみましょうか。イントロ部分いきます。こんな感じです。ボン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 で F シャープにいて、ボンボンパッコつく。ボンボンパッコつく。で、その次 A メロですね。やってみましょう。A メロこんな感じです。順番に行きます。右手はこのシンプルに、どんどんパコスコスコトン、トコトコ、どんどんパコスコスコトン、トコトコ。ずっとこれを繰り返しているだけです。どんどんパトツトストトン、パコトト、ボンボンタコトトストトン、パコトコ、どんどんパコトコ
人差し指で弾いたり、親指で弾いたり、まあ、いろいろとあると思うんですけれども、別にこの辺は特に縛りはないと思いますので、このリズムが作れれば、良いかなという感じです。問題は左ですね。最初 B からスタートします。B は、このパワーコードになってしまうんですけれども、この244だけ鳴らします。ミュート、244、バツバツ。で、これが B。で、その次、C シャープマイナーは、バツ4245バツ。バツ4245バツ。で、C シャープマイナーセブンスを作ると。で、タタ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 ン。で、その次、F シャープ。タタタタタ。244322とかですね。244322。で、たまに気分が向いたら、ちょっとこの、パッシングコードも入れていきます。3バツ。234バツ、3バツ234バツです。で、その次は G シャープのマイナーセブンスイレブンスかな？4バツ4424。そうです。4バツ4422です。で、ちょっとベース音を変えて、2バツ2バツ4422したりとか。その次は E コードです。普通に0221000。0221000。で、その次は、B 音 D シャープですね。B 音 D シャープ。0×6444×。×6444×。で、さっき出てきた C シャープマイナス7が出てきて、その次は F シャープ7のサーティンス。2×2×3×4×。2×2×3×4×。で、その次に2弦の音が、2フレットにいて、サーティンスが消えて、2×2×3×2×。で、これで一周という感じです。ちょっとゆっくりやってみます。で、2周目のときはちょっとリハーモナイズをするので、コードが変わります。また、B からスタート。これは変わりないです。バツ、244、バツ、バツ。そして、その次も C シャープマイナーセブンス。これも変わりないです。バツ、4245、バツ。で、その次に A シャープマイナーセブンスフラット5。6弦ルートでいくとすると、6、バツ、6、6、5、バツ。もしくはこっち側、5弦ルートだと、バツ、1212、バツ。どっちもいいです。で、その次って、D シャープ7のフラットじゃないや、D シャープ7そのシャープ9ですね。シャープ9。バツ、6、5、6、7、バツ。D シャープ7そのシャープ9。で、その次は、さっきも出てきた G シャープマイナーセブンスのイレブンス。で、この後に、また2-5でリハーモナイズするんですけれども、F シャープマイナーセブンス、F シャープマイナーセブンのイレブンス。なんか数字が多くてややこしいですね。F シャープマイナーセブンスのイレブンス。2×2200。B のフラッ B7 のフラットナインスサーティンスですね。7×7544。7×7544です。まあ、B の音があって、セブンスがあって、フラットナインスがあって、サードがあって、サーティンス。っていうことです。こんな感じ。で、その後一緒です。E から D を D シャープに行って、C シャープマイナーセブンスで、で、イレブンスからセブンスに移ると。ゆっくりやってみます。2周目。
じです。B メロ、行ってみましょう。B メロ。B メロをゆっくり普通に弾いてみると、こんな感じ。行ってみましょう。最初は D マイナーセブンス、D シャープマイナーセブンスです。まあ、C シャープマイナーセブンスの2フレット上なので、これはまあ楽勝ですね。6、4、6、7、バツです。バツ、6、4、6、7、バツ。で、その次、G シャープマイナーセブンス、4、バツ、4、4、4、4、4、バツ、4、4、4、4。で、その次、C シャープマイナーセブンス。バツ、4245バツ、4245バツ。で、その次 F シャープ、244322。で、たまに、この人差し指の64を外して、F シャープオン E にします。で、また D シャープマイナーセブンスに戻って、で、その次は、G シャープマイナーが G シャープ7に変化します。G シャープマイナーセブンスが G シャープ7。マイナーが取れるわけですね。4バツ、4五4バツ。4バツ、4五4バツ。で、D シャープ、C シャープマイナーセブンから D シャープマイナーセブンスに行って、E から D シャープセブンス。6564×とですね。×6564×。こんな感じです。ちょっとやってみましょう。ゆっくり。こんな感じです。感じです。まあ、ここはちょっとこの遊びポイントって感じですよね。コードを弾いて、なんかこう、で、トン、パン、チクトン。なんかこのパーカッシブな音を入れて遊ぶと。ライブだとよくこの、こっち側にその手を持ってきたりとかして遊んでる感じです。最後の決めのときは、あーけーんとこですね。なんかこのブブブブなんて入れたりとかして遊んでます。トントン、ブブブブドン、ブブブブドン、ブブブブドン。こんな感じです。その次はサビですね。サビは、また E からスタートします。E。ちょっと弾いてみますね。こんな感じです。コードの確認いってみましょう。まず E からスタートです。で、さっき B メロで出てきた F シャープオン E、0、44322、0、44322。で、その次、D シャープマイナーセブンですね。バツ、6465、バツ、6467、バツ。で、G シャープマイナーセブンです。4×4444です。で、また、E から F シャープに行って、
D シャープにします。繰り返しですね。で、ここからオクターブで、なんていう動きを入れてちょっと遊んだりとかしてます。オクターブですね。バツ。6、バツ、8、バツ、バツ。で、その次また E に行って、同じように F シャープマイナーで、あ、F シャープ。で、その次、D シャープマイナーセブンスなんですけれども、気分に応じて、バツ、6、4、6、4、バツ、なんていうフォームを使います。気分に応じて、バツ、6、4、6、4、バツ。こっちではなくて、こっち。で、そっち。3発、2、3、4発のこのパッシングコードが出てきて、磁石マイナスミスに解決します。で、ブーハラ宇宙のとこからは、普通に。F シャープマイナー。あ、F シャープ。で、その次、G シャープセブンスサスフォーですね。G シャープセブンスサスフォー。4-6-4-6-4-4。で、小指が外れて中指がついて、4-6-4-5-4-4。G シャープセブンスになると。という感じです。やってみましょう。ゆっくりいきます。3-4。右手は普通にどんどんパコストストトンパコトコって感じなので、まあ、そんな難しくないかなと思います。で、これにコードカッティングっぽく。感じでね、ブラッシングを入れたりとかするとだいぶそれっぽくなるかなという感じです。ただ、後半のところ。ちょっとこのところはややこしいので、ちょっと順番に行ってみましょうか。ドツクス、ドーと。ゆっくりやってみると、ドンと言って、ドンツパ。ドンツパ、ドンツパ。で、アップストロークをして、ドン。ドンツパツドン。ドンツパツドンってことですね。ドンツパツドン、ドン。で、パト、パト。ドンツパトドン、ドン、パト。パト。で、アップストロークをして、ハンマリングを入れます。ドンツパトドンドンパトドル。このパトドル、パトドル。次のコードをハンマリングするわけですね。ドンツパツドンドンパトドル、ドンツパトドンドンパトドル、ドンツパトドンドンパトドル。ドンツパツドンドンパトドル。4拍目、ドンツパツドンドンパのとき、このワン、ツー、サン、シーのときの、テンツテンパのとき、このときにちょっとね、この一番叩く動作をこのいっぺんにこうブンといくんじゃなくて、ちょっとこのね、ずらして、ブンと、ちょっとこのスニアのフラムっぽく、トラッて、ドンツパツドンドゥ、プラドゥ。
やると面白いかなという感じです。僕はまあそんな感じでやってます。ドンパッドン。こんな感じです。ドンツパッツドン。ちょっとこの動作もですね、4拍目はフランコ。指をずらして、で、ハンマリングをリズムよく入れて、ちゃんとこのドンツパッドドン、ドンパドドル、スタンタタスドン、ドンパドドルっていうこの、ね、リズミックな、演奏をすると。そんな感じでございます。まあ、スラム奏法を絡めたフレーズになるんですけれども、右手は割とシンプルかと思います。左手のコードがね、なかなかこう、慣れないフォームがたくさん出てきて、ちょっとうーってなったかもしれないんですけれども、まあ、さっき僕が言った数字を片端からメモしていって、まあ、頑張って、コピーをしていただけると嬉しいなという感じです。以前、アフタービートギターチャンネルで、このロビンソン、去年の夏ぐらい、2016年の夏ぐらいにこれアップロードしているんですけれども、あの時は、カポニで演奏することが多かったんですが、サビのここでそのね、その6弦ペダルできる、共通させてこう、ね、鳴らしっぱなしにできる、ペダルできるのがやっぱすごいいいなと思ったので、あの演奏してレコーディングした後ぐらいから、カポニをするのをやめました。普通にね、コードとかもちょっとリハーモナイズし直したりとかして、ちょっとアレンジして演奏しているような感じでございます。なかなか難しいところもあったかと思うんですが、まあ、参考になれば何よりでございます。次の動画で、なんでこんなコードワークをしているのか、そんな話をですね、させていただこうかなと思いますので、そちらもまあ興味があれば参考にしてみてくださいませ。リハーモナイズとかね、ちょっとこの理論的な話も出てきたりとかすると思います。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら。はっ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 は。